皆様こんにちは、島のモニターエギング担当の柴犬です。いつも、48チャンご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回動画ね2本撮りになってまして、またね、便利アイテムのご紹介なんですけども、突然なんですが、皆様ね、遠征時の兆候だったりとか、まあまあ遠方行くときね、まあ飛行機とかね、電車とかね、で移動する、移動時間があると思うんですけども、その時にロットの持ち運びってどういう風にされてますか？はい、っていうのも、僕ね、まあ結構いろんなところに遠征に行くんですよ、プライベートでも。で、まあその時にいろんな釣りをするんですよね、エギング以外にも。まあ、例えば、まあ、エギングでしょ、で、アジング、あとは、ヒラスズキに、ロックショアのヒラマサ。で、オフショアのヒラマサとか、キハダとか、っていうのね、調光するんですけども、その時やっぱり最低でもね、4本か5本持っていくんですよね。やっぱいろんな釣りを楽しみたいのでね、いろんな釣りを楽しみたいんで持っていくんですけども、今までね、僕ね、その時ロットケース、シマノの大きい、一番大きいロットケースに入れて頑張って持ち運んでたんですよ。で、やっぱりどうしてもね、大きいケースってかさばるし、あと、例えばエギングだけの調光の時って、そのバッグ、ロットケース1個しか持ってなかったら、もうそれに入れるしかないっていうね、悩みがあって、要は、短い竿なのに、長いロットケースに入れなきゃいけないっていうね、悩みがあったんですよ。はい。だから、それをね、今回新しく出た、ロットケースが、まあ、ロットカバーかなが、その悩みをね、すべて解決してくれたので、今回この動画でね、ご紹介していこうと思っております。はい。で、そのね、ロットカバー、ロットケース、っていうのがですね、こちらですね。はい。これです。これ。名前がロッドケーストラバースっていう、こういうね、カバーになってますね。こういう。まあ、これが上の方と下の方のカバーになってまして、これと、あともう一つが、ティップカバーですね。穂先を守るカバー。これがね、出たことによって僕のね、遠征が非常に楽ちんになりました。はい。で、これの良さっていうのが、やっぱりさっきもね、お話ししたんですけども、これって、要はね、よいしょ。一体型になってないんで、長さ調整が効くんですよね。これ。長さ調整が効くんですよ。だから、どんな長さのロットでも、これに入れられるっていう。で、なおかつ、結構本数入るんですよ。こう見えて。今ちょっと手元にないんですけども、僕ね、5タックルまでこれに詰め込めました。ヒラスズキ、ヒラマサ、エギング、アジングと、オフショア用のね、キャスティングロッドの、5タックルが、これに入れることができたんで、今回はね、これのね、まあ、使用方法というか、まあね、実際に、入れてみて。まあちょっと今回ね、2タックルしか持ってきないんですけども、それを入れてみてね、どんな感じなのかっていうのを、ご説明していこうと思います。はい、では、実際にね、ロットを入れていくんですけども、はい。今ここに、これがね、エクスチューン、セフィアエクスチューンの8点と82を今回持ってきてまして、これはもう全然余裕で入ります。まあ、プラスだからもうほんとそれこそあと3本ぐらいね、入っちゃうんですよ。あのケースに。で、まあ、入れ方なんですけども、まずこのティップ側、まあ、先っぽ、2ピースある方の上の方ですね。上の方のティップの方に、このティップカバーを装着します。こういう風にね。はい。ティップ部分を入れていきます。で、まあ、エギングタックルなんで細いんですけども、それでもこんだけね、まあ、ティップだけの余裕があるんで、あとね、3タックルぐらいは入ると思います。で、これはこれで、大きさに合わせて、ここキュッて絞ってあげて、
ベルクロになってるんです。こう固定します。こんな感じ。これでね、穂先が守られるんで、まずはこれ入れてあげると。はい。で、その次に、今度はこのメインの方ですね。ロッドケース、トラバース。こっちの方を、もう別に、ね、説明する必要もないと思うんですけども、一応ね、今、まあ、ここで長さを合わせてあげて、こういう風に合わせてあげて、で、この、まず穂先側の方にこのね長い方ね、ロッドケーストラバースの長い方を入れていきます。ちょっと画角変えようかね。はい、ちょっと画角変えたね。ちょっと見やすくなったと思います。このね先の方をよいしょ、ここに入れていきます。まとめてね、はい、で奥まで入れてあげて、ここね2箇所ベルクロがあるんで、ここをよいしょ、まず1箇所ギュッと絞って固定して、でお次がこのね上の部分も同様によいしょギュッと絞って、ということで止めてあげる。はい、こんな形になりますね。こんな形で、お次がこの竿尻の方ですね。エンドの方はもう一個ついてるちっちゃいやつをエンド部に入れてあげて、はい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 、でまたここもこういう風に絞ってあげて固定して入れてあげると。これだけです。これだけ。めっちゃ便利じゃないですか、これ。めっちゃ便利だと思います。で結構、ね、余裕あるんですよ。ほら見えるかな、これ。まあね、2タックル入れてこの余裕さでしょ。ってことは、あと本当にね、3タックル、下手したら4タックルぐらい、全部ね、5から6ぐらい入っちゃうんじゃないかなってところで、上の部分がこのぐらいで、下がね、下もまあ同じぐらいの太さなんで、ほら、まあ、下はちょっとあれかな、あと3タックルぐらいかな、やっぱり。だから全部で 5本ぐらいかな、まあ、調子にもよると思うんですけど、入ると思うんですよね。これめっちゃ良くないですか。非常に便利と思いますよ、僕。で、どうしてもやっぱりね、ここが不安な方いらっしゃると思います。ここ。剥き出しなんで。ここはもうね、しょうがないんで、僕はもう飛行機乗せるときとかは、ここだけ、まあ、あの、なんていうのかな、保護できるようなプチプチとかを巻いて、テープで巻いたりとかしてるんですけども、これね、全然このまま持っていくだけでめっちゃ楽だと思いますよ。ほら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 、こうやって持つだけですからね。ね、ほらどうですか、これ良くないですか。これっていう感じですよ。本当に遠征にね、頻繁に行かれる方とかはこれね、一つ持っててもいいんじゃないかなっていったところで、もう僕これめっちゃいいなと思ったんでご紹介しております。はいはい、どうですか、これいいですよね。まあちょっとまた画角戻ったんですけども、はい。で素材がね、あのクロロプレーンって言って、あのサーフィンとかね、あのウェットスーツとかにも使われてるような素材なんで、結構衝撃に強いんですよね。だから、まあ、衝撃から守ってくれるっていうのと、まあ、例えば、沖磯とかね、磯とかに行く時もこれにまとめて入れておけば、ね、渡船屋さんの時にこう竿を足してもらってボンと置いた時も全然ロッドがね守ってくれる、ロッドを守ってくれるっていうね働きもあるんで、ぜひね、これは本当におすすめの一品なので、皆様も一
つね、お試しいただけたらと思います。はい、まあなんでこういう風なね、今回も動画でして、ちょっとね、締め方がわかんないんですけどもちょっとね、これ本当におすすめなので皆さんも試してみてください。またなんかわからないことがあれば、コメント欄とかにもね、質問いただければと思いますし、このね、商品自体もシマノのホームページのね、リンクをね、YouTube の概要欄に貼ってきますので、ぜひね、そちらから飛んで、見てみてください。ではね、今回動画も、ここの心当たりにしたいと思います。それではまた、バイバイ。